げるっていうことでもないですけど、いろいろバンドやとね、やっぱり4人で動くとなると、やっぱりこう経費もかかるし、そのね、ジミーさんもすごいギャラをたくさん取るんで、何ぐらいっていうわけで、まあ、その、やっぱり1人やったらその、あ、いいですよみたいな感じで、その近場やったら、いけるんで、で、その、あれをこう、この話をするとまだなくなるんですけど、まあ、核兵器廃絶ですわ、あの平和キャンペーン の運動をやってる知人がおりまして、で、署名運動やるから、あの吉田さんもよかったから来てくれませんかということを言われて、いや僕ちょっとあんまりやるなんですけど、あんまり行けないですけど曲を作りますわということで、そのアームズダウンという曲を作ったわけなんですけど、それがすごいなんかこう ある一部ですごい反響を得まして、そのファイナルイベントでということで、奈良の東大寺っていうごっついお寺さんでね、3000人ぐらい集まるイベントにご招待いただきまして、すごかったですよ、やっぱりね、今まで僕音楽やってて、マリノナのスナイパーというところで、ヨーロッパ行って、で、あれはね、ベルギーやったかな、オランダやったか、ようわからんですけど、その野外ステージで5000人ぐらいの前でやったことがあるんですよね。それが最大やったんですけど、ここに来て、おお、3000人か、みたいな感じで、久しぶりの野外ということで、まあ、たたき曲なんですけど、歌わせていただいて、もうすごいなんかね、気持ちよかったというか、来てる人はおじいちゃんおばあちゃんばっかりですけど、いやその頃なんかもう曲も覚えていただいて、私の拙い歌を一緒に歌う姿が本当にね、音楽やっててよかったなみたいな思いました。アームズダウン。
どうもありがとうございます。